オースターエアークラフトは1938年から1961年にかけて活動したイギリスの航空機メーカーである。オースターエアークラフトの設立時の名称はテイラークラフトエアラプレーンズイングランドでアメリカ合衆国の航空機メーカーであるテイラークラフトの子会社として設立された。この当時の社名についてはブリティッシュテイラークラフトと表現する例も見られる。 テイラークラフトエアラプレーンズは、親会社テイラークラフトの開発したモデル B 型をベースとしたイギリス軍、イギリス連邦軍向けの軽観測機であるテイラークラフトオースターシリーズを第二次世界大戦中に累計1604機生産した。第二次世界大戦後の1946年3月になってテイラークラフトエアラプレーンズは社名をオースターエアクラフトに変更した。 オースター社はその後も主にイギリス軍向けの軽観測機や小型スポーツ機の開発、製造を続けたが、基本的なデザインは、ほとんどの機種で初期のオースターシリーズを踏襲しており、設計に大きな違いのある機種で実際に生産されたのは、旧機のみ製造された低翼配置のアグリコーラだけであった。 1961年になると、オースターエアクラフトは、同じギリスの小型機メーカーであった FG マイルズと統合され、プレストスチールカンパニー参加のビーグルエアクラフトとなった。ビーグルエアクラフトとなった後は、オースターのブランド名で販売された機種と、ビーグルのブランド名で販売された機種が混在していた。この後、親会社のプレストスチールカンパニーは1965年に、 ブリティッシュモーターコーポレーションに買収され、ビーグルやクラフトは1966年から英国政府の管理下で活動を継続したが1969年には、資金的に困難な状況となり、再建できずに解散となった。オースター I、オースターーオースター VJ、1オートクラットオースター AOP、6オースター AOP、9。ありがとうございます。